頂点に2年連続で立って得た自信がまた宮原を強くするかもしれません。さあ全日本女王が再びリンクに戻ってきます。アンコールです。ショートプログラム、ここは宮原進化の象徴のステップです。貫禄の演技です。宮原聡子、昨シーズン初めての世界選手権は銀メダル。荒川さん、来年の世界選手権狙うはもちろん世界の頂点です。そうですね、それだけの今は力と実績を積み重ねてきましたから狙っていくでしょうね。またアスリートとしてこれだけ連続して実力も出し切れるというのは本当に